はい、始まっております、はい、出演者紹介レディオでございますけれども、はい、忘れちゃいけません順風上司のお二人に来てもらいました。すいません、どう順風女子です。 ありがとうございます。順風女子の、今江里さんと伊藤真理さんでございます。ありがとうございます。言わないで言わないで、それだけはそれだけはすごい隠してることだから言わないコンプレックスなのに。ありがとうございます。ではですね、順風団、順風女子公演ティファニーで晩酌効果も、はい、もう明日ということになりましたけれどもね、もういかがですか、お二人も今回の見どころとかおっしゃってくださいよ、お願いします。今回の見どころはですね、はいはい、全員がなんと、はい、女子それはまさかのですよ、まさかの話で女子だけでまさかのコントをするっていうね、はい、なるほど、斬新でしょ。なるほど、女子だけでコントって、うん、その斬新が今年で4年目ですから。そう、4年やってた、マジか。4年目の斬新ということで毎回ね、はい、初めてだと思ってた。そういう気持ちでやってるということですかね。そうですね、ありがとうございます。本当ね、女子だけだと稽古場が楽しくて、はい、いい匂いがして、うん、もうなんか始まりたくない、始まりたくない、うん、終わっちゃうからってこと、ね、そう、うん、楽しい日々を、ね、今回の女子はね、はい、なんかね、七変化をするみんな、ネタによって、そうね、うん、そうなんですね、七変化をするみんな、ネタによって、はい、もう2回行ったね、今ね、すげえ、全く一緒でしたね、今ね、さすがでしょ、女優だから、さすがですね、一字一句間違う、そう、同じこと言えるよ、同じトーンで同じテンションで、言えるよ、言えるよ、同じこと言えるよ、言えるよって何なの、すごいね、はい、ネタも、はいはい、なんて言うんだろう、色が全部違うんで、うん、いやなんかね、飽きないです、あんなことやこんなことだよね、はい、あんなこと毎度言ってるかもしれませんが、はいはい、本当に飽きない、飽きない、うん、飽きない、いろんなカラーで、はい、女優たちもいろんな色になるし、うん、はいはい、台本もそのいろんな作家さんの方に来ていただいてるんで、そうそう、テイストが全然違 う、 そ う、 そう、作品がいっぱい見れて、うん、楽しみですね、めっちゃお得、うん、お得な、お得な女子コイです。お得よ、最悪最悪、まあ、もしね、はいはい、あ、ちょっと順風のコント肌に合わなかったわっていう人がいらっしゃったとしても、どうしてもそう、ね、やっぱね、女子を見に来るっていうところね、今回のね、なるほどね、ビューティーさをね、綺麗どころをね、見に来てもらってね、そうですよね、ちょっとね、うん、ほらやっぱ衣装もいろいろあるからさ、もうあんなとこ見えちゃった、なっちゃうのいや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 、そんなことは絶対ないね、その面白くない、でもまだ肌に合わない人いるかもしれないからね、多分、うん、でも全部が嫌だって人は多分いないと私は自負しております。なるほど、うんうん、まあ、基本全部面白い、そうですいい声になりそうですね、なるよ、どうしよう、どうしたらいい、ならなかったら本当に私たち、はいはい、首をくくります、ね、まずケンちゃんを切ります。なんで僕切るんですか。まずケンちゃんを切ろう。女子から切ってくださいよ。僕から切るんですか。そうなんですか。年功序列ですかね。違うよ、年功序列ではないけど、全然関係なく、まずあいつを切ろうってなるんですね。うん、まあ、だって大きいからね、はい。目立つからね。大きいからいろいろ場所取るから。足から、足の方から。よくわかんないですけど、なんか僕がそがれそうな感じになってますが、順風女子公演、4月10日から、4月13日までやってございます。うん、ぜひぜひ。はいはい、まだ当日券も、はい、少ないですけれども、はい、ご用意しておりますので、はい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 、ぜひぜひ、はい、お越しくださいませ、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、皆さんにお聞きしてるんですが、うん、ティファニーで晩酌をということで、うん、もし出演メンバーでこの人と2人で晩酌するなら、うん、この人がいいなっていう人がいたら教えてほしいんですけども、はい、2人で晩酌、はい、私ね、井口さんとはほぼ毎日晩酌してるはいはいはい、仲良しの、大丈夫、面白いよ、でも毎日晩酌するってすごくない？すごいですね、まあ、毎日は大げさけど、ね、うん、週2、3では飲んでるね、はい、2人でね、うん、誰だろう、でも飲んだことない人がいいよね、うん、そうです、どうなんだろう、誰だろう、まあ、ラブリーさんも相当面白いからね、酔っ払うとね、ラブリーさん面白いですよね、ラブリーさん一人でほんとずっとでも盛り上げてくれるもんね、宴会をね、そうですね、それ二人だったらどうなるんだろうね、ずっともう一人で喋り続けてくれるのかな、プロも見たいしね、ああ確かにそれも贅沢ですね、うん、いくみちゃんもな、いくみちゃんとは熱い話ができそうだね、なんかいくみちゃん結構真面目だからさ、いくみちゃんとは結構ね、いろいろ喋ってきたけどね、喋、はいはい、ってきた、喋ってきたんだね、うん、はい、過去ね、今までね、はいはいはい、そうだね、決められない
決められないよ。だからすごい失礼だけど、はい、時と場合によって変えたい。なるほど。 TPO に合わせて。 TPO に合わせてね。例えば恋愛で悩んでたら、うん、マニとかね、この人とか、はい、マニはそう全然ダメだなやばおしっこが漏れる本当にやばいやつじゃん。でもね、マニとね飲みたい時はね、はいはいはい、私いつもあるんだけど、決まって。あ、なるほど。必ず。それはどういう時ですか。どうしようもない、はいはい、誰も解決できない、はい、あの気持ちの時。あ、もうこれ人に言ってもしょうがないんじゃないかみたいな。そうそう、なんかね、もう自分で悪いとか分かってる。はい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 。でそういうこと別に言いたいわけじゃなくて、楽しく気分になりたい、うん、なるほどなるほど。ただただちょっと泣き言言って楽しくなりたい、うん、っていう時にはね、私もほんとマニに電話するもん。めっちゃ電話かかってくるんですよ、夜中に。かかってくる。出なかったり、出れなかったりするけど、だいたい飲んでて出ないんだけど家ですると電話するの家でしないでくださいというわけで、はい、はい、まあ、決められないということで。すいません。そうですね、それだけバリエーション豊かな人が揃ってるよってことですよね。そうそう、TPO、うん、TPO に合わせてね、よりどりみどりでございますけれども、そんな順風女子公演ぜひぜひ見に来てください。お願いします。はい、はい、それでは、本日のゲストは順風女子のお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしてます。ありがとうございました。お待ちしております同じこと言った